はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。7時をちょいと回りました。はい、産経新聞にですね、黒田さんという名物記者がいまして、ずっとソウルにいらっしゃるんですけども、今日そのコラムを読んでいたらですね、こんなことが書いてありまして、先日日本もそう、日本はもう半月ぐらい前ですかね、ゼレンちゃんね、大統領がですね、日本の国会でですね、あれはどこやったかな、違う議事堂じゃないところですね、に集まってですね、聞きました、聞いたら見たというべきですかね。ほんで終わったらですね、立って拍手をしたと、議員さんたちが反撃して立って拍手をしたと、あの通訳で分かったのかなと私は思いましたけどね。思いましたけど、それからあらかじめ原稿がもう来てたのかもわかりませんけどね。まあ、それはええとしました。日本は、あれは、かなりの数が出席してましたけど、先日ですね、5日ぐらい前ですか、お隣さんでもですね、それがございましてですね。それでですね、集まった人々がですね、50人から60人。50人って書いてある記事もあれば、60人って書いてある記事もあるんですけど、ようわかりません。で、愉快な隣さんですね、国会議員は全員でですね、300人なんですね。1人しかなくて300人が国会議員。で、そうするとですね、2割いってないわけですね。2割をいってない。それなんか変やんと、なんでやろうみたいな記事が出てまして、中にはですね、向こう系のメディアではですね、それは恥ずかしいことやって書いてあるようなメディアもございました。それでですね、どうでしょうか。日本に比べるとですね、お隣さんのメディアも国民もですね、非常にこう関心が薄いですね。もうこれ世界的な出来事は、世界史的な出来事であって、世界の関心はそこにギャーって言ってるわけですけども、なぜか愉快なお隣さん関心低いし、確か制裁にもですね、参加していなかったと、私の記憶によればですね、ほぼほぼ参加していないんちゃうんかなということですね。なんでやろうと。なんでかなぁ。不思議なくらい、こう、あれやないですね。関心がない。ムン・ジェイン君がね、まあ、どっちかというと中国べったりであって、中国はロシアの同盟国でお互いに、こう、制限なく助け合うんやと言うてるわけであって、日本みたいにですね、その制裁に加わるということになるとですね、中国からは言い返されないと。まあ、それはわかるんです。それはわからない。まあまあ、多分あのおっさんのことやから何もせえへんやろと思うんですけど、国民全体にですね、関心が低いってなんでやろうなぁと。報道もまあまああるんですけどね、あるんですけど、そこに反応しているという感じがしない。隣さんからすると、遠い国で起きているよそごと、人ごとのような、そんな冷たさを感じなくはないですね。確か一人か二人ですね、ですね、軍人さん、元軍人さんですか、それがですね、ウクライナに入国してですね、この戦うんだと。それに対して、国内法で処罰するみたいな記事が散見をされておりました。どうなったか知りません。まだポーランドにおんやとかって、そういうような記事も出てましたね。で、その黒田さんのコラムの中ではですね、この、お隣さんの国内にはですね、今ね、カニがね、大量に入ってきてるんです。多分ね、日本はね、日本カニ買うでしょ、ロシアから。それがですね、こう、経済制裁でですね、買えなくなってるんではないかなと。で、買えなくなったもんはやっぱり誰かに買うてもらわなあかんやんということで、ちょっと買うで、ちょっと安て高い買うてえな、ということでですね、ロシアからですね、お隣さんにですね、そういうこう、カニが入ってきて。で、お隣さん割とカニ好きなんですって。うん、なんかイメージがないですけど、チキンと肉ばっかり食ってんのかなというイメージがありますけど、カニが好きでですね、カニを大量にですね、安く売られてるんですって。で、それを買ってよかったやんと言ってるらしいんですって。仮に、逆に日本でそんなことがあったらですね、そのカニを買うこと自体をですね、なんか罪の意識を感じるんちゃうのみたいな。そういうふうな、その庶民の思いがですね、ニュースになったりするでしょうしね。これ、こんな安をカニ買うてええのって。
これを蚊に買うことによってですね、こうロシアを助けることになって、それがあのね、けなげに戦っているあの国の人々に対する罪悪、なんかこう罪の意識感じるやんこれみたいな、こんなんしたらあかんわ、買わんとこみたいなそういうのあるんですけど、多分そうなると思うね、仮に安く入ってきたりすると、うん、でそれがロシア製やとかってなると、いやーちょっとなそれなーってなるんですけど、お隣さんの場合はそういう感じはみじんもないそうですね安いで安いでか、カニ食べんでって言うてるらしくって、まあそれが悪いとは言いませんけどね。でもそのこと日本に関してですね、何かあるとですね、すぐに何や日本はけしからんだよって、もう日本のもん買うたらへんわって、買わへんわって、日本なんか行ったらへんわっていう、すぐにパーンとそういうこう燃え上がるんですよ。まあここね、ここ3年ほどないですけどね、その3年ほどないんですけども、またいつかは必ずそうなることはもう目に見えているわけなんですね。ですんで、それとに比べてロシアはですね、一応隣国ではあるわけですね。日本と同じような立場です。あの陸の国境はないけども、お隣さんということについてはですね、お隣さんもですね、ロシアが隣であるということについては一緒なわけですね。の割にはですね、非常に関心が薄いなという気がいたします。まあこれだから国全体なんでしょうね。国会議員というのはね、普通そのなんていうのかな、自分の選挙区で選挙に勝つということの、それは第一の目標なんですよ。である程度選挙に安定したい人がね、やはり国のためにどんな声になって、俺はこんなことしますあんなことしますとかで言うんですけども、まあそれもですね、その選挙に勝つ材料であればなおさらいいわけですね。で日本の場合多分ね、ゼレンちゃんのですね演説を聞いたことはですね、自分にとってはプラスになるんですよ。日本の国会議員、私はあの演説を聞いて感激をしましたとかって、地元に帰って、言うてたらですね、で他の議員たちもこんな要請したあんな要請したと言うてたら、それはこの人ええ人やなというカウントポイント獲得につながるわけなんですよ、あくまでもゼレンちゃん側が正義ですからね、獲得につながるんですけども、どうもですね、そのお隣さんではですね、そういうふうには考えない、つまり票にならないわけですね不思議よ、票にならないというのはすなわち国全体として関心が薄いから、そんなこと言うたところでこのおっさん何言うてんやろと思われるわけで、選挙区でゼレンさんの演説よかったよとか言うても、何言うたんやろこの人はそれよりもなあんたとかって、もっとマンションの値段下げてえなとかで言われるんでしょうね、きっと。まあどう言いましょうかね、お隣さんってのはそういうちょっとそういうところも日本とは少しこう意識というか、まあ世界認識といいますか、かっこいい言葉で言うと国際認識といいますか、国際感覚というものがですね、日本人とは多少違うし、世界の標準からもですね、ちょっとこう変わっているんではないかなという気がいたしますね。でカニをたくさん食べてもですね、何ら罪の意識は感じないと、まあその点については分かるんですけどね、他人と他人の話なんですね。だからまあ、日本にしたところでそうですからね、ロシアとあの国のウクちゃんの、対立、日本は第三者になります。で愉快なお隣さんも第三者になるんですけども、それをですね、日本なんかは明日は我が身かもしれんなっつって、北海道取られるのちゃうのみたいな話なんですけど、お隣さん的にはそんな記事は一切ないですねもちろんそういうそこまでどう言いましょうかね、ロシアに対して脅威を感じたことがないからなんでしょうね。歴史的に日本はもうその江戸時代の末期からですね、あの有名な日露戦争からですね、シベリア出兵からですね、ノモンハン事件からですね、で最後の満州なだれ込みまでですね、もう痛い目に遭わされ続けてるわけですね。なんですごい関心があるのは分かりますけどね、分かりますけど、ちょっと関心なさすぎちゃうの君らというような気がいたしますね。まあだから
もうちょっとですね、こう感覚がこう似てこないと我々もですね、本当の仲良しにはなれへんのちゃうんかなという、そういう気がいたしました。この件についてはですね、特に貼るページございませんのでですね、もしかしたら産経新聞のねコラムはですね、あの産経新聞のサイトで読めるかもわかりませんけど、まあ、あのなかなかいつもの名物コラムでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。